エイリンゲン共同協会にあるアーデルハイトの石棺、アーデルハイト・フォン・メッツは、マット・フリーデケのアダールベルトとケルハルトの姉妹。新生ローマ皇帝コンラート2世の母。アーデルハイトは、ザーリアー家のハインリヒ・フォン・シュパイアーと結婚し、989、1000年のハインリヒの死後に、フランケン貴族と再婚した。1037年にアーデルハイトは、 エイリンゲン三次会修道院を設立し、13世紀以降、アーデルハイトはこの修道院の地下にある石棺内に埋葬されている。ハイン・リヒとアーデルハイトとの間には二人の子女が生まれた。娘ユーディトはボルムス大聖堂に埋葬された。息子コンラートは1024年にコンラート2世としてローマ王に選ばれ、1027年に皇帝として退官した。 二度目の結婚により、アーデルハイトは、レーゲンスブルク司教ゲップハルト3世及び娘ベリツの母となり、ベリツから、後の教皇ウィクトル2世が生まれた。ありがとうございます。